巨大船五種の比較図上から、ノックネビスエママースククイーンメリーニベルゲ、スタールエンタープライズ大きな建造物との、比較図左から、エッフェル塔、エンパイアステートビルディングペトロナスツインタワー、ノックネビスシアーズタワー台北101ブルジュ、ハリファノックネビスは、ノルウェー船籍の石油タンカー。 全長458.45 45メートル、全幅68.8メートル、56万4763、重量トンと、かつて建造された最大の船である。ただし総トン数では、バティラス級、タンカー4隻に次ぐ5位である。ノックネビスは1979年から80年に、かけて、建造、1988年に、 イラン・イラク戦争で撃沈されたが戦後に不要され、修理された。その後2004年から2009年まで沖合で、不体式貯蔵積み出し設備として使用されていた。2010年にインドのグジャラート州で解体された。36トンある怒りがノルウェーから香港へ送られた。船はギリシャによる発注で、住友10機械追い浜造船所で建造されたものの、 ギア設計の問題とそれに伴う振動問題で受け取りを拒絶され、発注者と造船所との調停後、中国企業に売却された。その後未完成の船体は、香港の海運を、東広市雲の海運会社、東方海外過物港運講士に売却された。日本港貫通製作所で船体延長され、その積載量は増加し、かつて建造された最大の船となった。 船は2年後に浸水し、シーワイズジャイアントと命名された。これは所有者、東広志雲にあやかって命名されたものであった。東広志雲は、船の建造で、資金難となり、結局中国政府による支援を受けた。収益後は、中東とアメリカ間で運航されたが、間もなく、海運不況により、有給化。イラン・イラク戦争間の1986年から、イランに戦され、 オルムズ海峡のララク島博地で輸出原油の積み替え、貯蔵母船として使用された。1988年5月にララク島博地でイラク空軍機の攻撃を受け、対艦ミサイルのエグゾセが命中し沈没した。ブルネイに開港されていた船体は1989年後半にノルウェーの KS カンパニーによって購入され、シンガポールのケッペル造船所で修理を受けた。 同時に、ハッピー、ジャイアントと改名された。修理が完了する前の1991年に、KS カンパニーは、ノルウェーのヨルゲン・ヤーレによって管理されることとなり、船は、ヤーレ・バイキングと改名された。1990年代末に、KS カンパニーは、フレッド・オルセンと彼の会社ファースト、オルセン・タンカーズによって買収された。2004年3月に、船は、 新たなオーナーのフレッド・オールセンプロダクションに移管され、ドバイのカンドックに入った。そこで、船名は、ノックネビスと改名された。ノックネビスは、ペルシャ湾のカタルアルシャヒールある社品油田で、海上石油、ガス貯蔵設備として使用された。本船は1979年から2009年まで、活躍した。ウィキメディア・コモンズには、ノックネビスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。